IBF 世界バンタム級王者エマヌエル・ロドリゲス、プエルトリコが17日、日本時間18日、ソーシャルメディア、Facebook を通じて現役引退をアナウンスした。ロドリゲス、31歳は8月、米国メリーランド州でメルビン・ロペス、ニカラグアとの王座決定戦に勝って4年ぶりに同級王者に返り咲いていた。 キャリアの再スタートを切ったと思われただけに彼の決断は関係者からサプライズと受け取られている。ロドリゲスが最初に王座を失ったのは2019年5月、イギリススコットランドのグラスゴーで行われた WBSS、ワールドボクシングスーパーシリーズ、バンタム級準決勝。WBA 王者井上直也、大橋、と IBF 王者ロドリゲスが統一戦で対戦した。 結果は井上が2ラウンド、電光石火のアタックでロドリゲスをサンドキャンバスへ送り TKO 勝ち。井上のベストパフォーマンスの一つに挙げられる圧勝劇に終わった。井上戦に備えてロドリゲスは18年暮れから19年初頭にかけ約70日間、キューバでキャンプを実行した。プエルトリコへ戻ったロドリゲスに電話でインタビューした。WBSS 初戦、準々決勝。 で、ロドリゲスはジェイソン・マロニー。欧州イコール現 WBO 世界バンタム級王者、2に1判定勝ちの新勝。後に井上はノニトドネア、フィリピン、との第一戦を挟み、ラスベガスでマロニーを7回 KO で一周。井上とロドリゲス、両者の実力差は歴然としていたが、マロニーの方が、井上より、強いかもしれない、プエルトリコ人は言った。他にもロドリゲスは、 彼はモンスターではない、掛け率は人が思っているほど、こちらは不利だと思っていない。試合で早く疲れてしまうのは井上の方だ。WBSS、決勝は俺とドネアだ、と言いたい放題。正直に言うと、これらの発言はそばにいたプロモーター兼マネージャーの不安を連呼し、フレッシュプロダクションズから消しかけられていた印象がしたが、 ロドリゲスにはラテンアメリカのボクシング王国プエルトリコ出身王者のプライドが滲み出ていた。